して、まあ、コロナにはもうずっと知事はその戦われて苦しめられたんでしょうけども、ただ知事におなりになってからやっぱりいいこともありましたですね。世界遺産に、ね、そうですね、奄美と徳之島、奄美大島徳之島と、はい、だ世界自然遺産を種子島と屋久島、屋久島とね、屋久島とで今回のね、世界遺産で2つ取ったんですよね。まあ、世界自然遺産が2つあるというのは全国の中では唯一で、ですよね。またこれに世界自然遺産じゃない、文化遺産の方も1つあります。はい、そうですね。まあ、全部で3つということで。そうですね。そうするともう観光資源はもともともう豊富にありましたし、そして大河ドラマにも時々こうね、他の都道府県圧倒してこうその登場されるという鹿児島県ですから、知事はこれからまあコロナも落ち着いてきて、まずどういうところにこう力を入れていこうと、鹿児島県を盛り上げるためにどういうことをお考えでしょうか。鹿児島県、先ほど申し上げたように農林水産業、まあ、食というですね、一つ大きな資源と、それから世界自然遺産が2つあるという、まあ、豊かな自然と、それ先ほど来お話にも出てますけど、その明治維新とかあるいは戦国期もそうですけど、歴史とか伝統、まあ、そういったようないわゆる観光素材資源というのがいっぱいありますので、まあ、こういったものをしっかりと生かしながら、まあ、インバウンドも増えてくる中で、鹿児島県の、まあ、そういった観光振興ということをしっかりと力を入れていきたいと思います。うん、そうですか。で、地方創生推進室にもいらっしゃった知事としてはですね、その観光以外にもう鹿児島県を元気にするという方策といいますか、その狙いはどこにあるんですか。まあ、観光と農林水産業でもありますけども、はいはい、まあ、それ以外のものづくりとかサービスとか、うん、情報通信産業とか、うん、まあ、いろんな新しい産業をですね、これから鹿児島にも将来になっていくために、うん、さらに生み出していく必要があるというふうに思っておりますので、まあ、企業支援とかスタートアップとか、まあ、福岡はだいぶ先行ってますけれども、ね、鹿児島もそれに負けないように若い人たちがいろんな取り組みをすることを応援していきたいと思っております。特に鹿児島県、この前ちょっと失敗して残念でしたけども、ロケットの打ち上げ射場が全国でもですね、2つ唯一ある県ですので、まあ、そういう宇宙産業というのもこれから広がりが出てくると思いますので、まあ、九州全体も大分県なんかも今力を入れてますけども、そうですね、こういった地域全体としてこういった産業振興へ努めていきたいと思います。そうですか。今はその韓国、先ほどおっしゃった韓国のチャーター便が復活し始めたんですか。で、その後知事がもうコロナの収束した頃にはあちこち今飛び回っていらっしゃいますよね、トップセールスで。はい、まあ、フランス行って、この前は台湾にも行ってきたんですけれども、なかなかコロナからの回復っていうのがやっぱりこう思ったより難しいというところがあってですね、やっぱり人手が足りなくなって、これまでこういた人たちが観光で行けばホテルもしばらく休んでるうちにスタッフがいなくなっているとか、あるいはバスの運転手、タクシーの運転手で、まあ、空港のそのいろんなスタッフっていうのが今急に人が来ますよって言ってもなかなかそこの体制が整わないというところがあってですね、そこがちょっと難しいところではあります。今はもう本当に全国的にそういうね、人手不足といいますかね、働き手不足が出てますけどね。で、知事は何歳ぐらいですから徳之島にお住まいになったのは。ちっちゃい頃ですね、4歳から7歳ぐらいまでいたんですよ。あ、そうですか。はあ、で、どんな少年だったんですか。どんなでしょうね、自分ですけど、ワクワクするの嫌だとか。いや、伸び伸びとしてましたね。あ、そうですか。はい、周りは自然がいっぱいで、はい、この前九州知事会、あ、九州地域戦略会議が、奄美大島で、はい、あれは知事のあそこにしようというのは知事が選ばれたんですか。そうですね、やはり世界自然遺産になって、それとやはりその九州の他の県の皆さん、あるいは経済界の皆さんに、やはりその離島というものをですね、よく知っていただきたいというのもありまして、やはり九州っていうのは、鹿児島もそうですし、沖縄もありますけれども、それ以外の県でもですね、世界自然遺産に、世界文化遺産になっている
長崎の五島とかの島と、天草とかもありますし、福岡でも沖ノ島が世界文化遺産になってますから、やはりその離島っていうのがそれぞれの地域の大きな魅力 の、うん、あの資源になるんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、そういったことからもぜひこの離島というのをですね、うん、あの見ていただければと思ってですね。そうですね、はい、この前もその九州地域戦略会議で塩田知事が主催されて、あの奄美大島で開催され、私もその初めて生まれて初めて奄美大島に行きました。大きな島ですね、あれ。そうですね、あの実際回ろうとすると結構時間かかりますね。ですよね、はい、あの鉄道を通していただいてもまた社長に言っときます塩田知事はあのまたお若い頃経済産業省に入られて以降、あのイタリアであの外交官としてはい、あの大使館に勤務する。何年ぐらいでしたっけ？3年ですね。で桜島のあの風景とイタリアって、ええ、確か何かナポリがですね、ナポリですね、あのベスビオ火山と、そうそうそう、火山で風景がちょっと似てるんですね。あれ姉妹都市になってるんですね、鹿児島市と、市とね、あナポリ、そうですね。だからそのまあご縁と言いますかね、イタリアで大使館にお勤めになるというのもそのなんかものすごい縁を感じますよね。そうですね、あのちょうど私がいる時に、あのナポリのサンカロル劇場というあの世界遺産になっている劇場で、鹿児島交響楽団があの設立30周年というのでこうあの来られましてね、向こうで出演したんですか。最初はなんかいろいろと使えなくなったとかあったんですけど、ちょっと大使に掛け合ってもらって、あ、そうですか、で使えてもらえるように使えるようにしてもらってですね、講演をして、たくさんの鹿児島からも人が来て、あ、そうですか、はい、非常に素晴らしい演奏会ができたりというので、あ、そうですか、はい、ちょうどあのいいご縁をいただいたなと。もうちょっとこの後でお聞きしようと思ったんですけど、じゃあそのもう一度行きたい地域とか国という質問があったらやっぱりイタリアになるんですか。まあいろんないいところがありますけどね、うん、まあイタリアもその一つですね。あ、イタリア以外にももっと行きたいところはございますか。まあいろいろ本当ね、世界中いろんないいところありますからね、うん、まああとは行ってないところでは中南米とかアフリカとか、うん、オーストラリアも行ってないので、まあ、そういったところも行けるといいなと思います。あ、なるほどね。あ、でまあ、コロナもそろそろ収束に向かっているというこの時に、今から知事はどういうところに一番力を入れていこうとされているんですか。まあ、ウィズコロナの中ではやはりその鹿児島は今あの、別 の、 そのコロナとは今度はまた離れて、ウクライナ情勢だとか、はい、いろんなのであの食料安全保障の問題というのが国全体でも大きな課題になってますから、やはり全国第2位の農業産出額を誇る県としては、やはりその食料供給基地としての、まあ責任といいますか、そういったものをしっかり果たせるように、農林水産業にはしっかり力を入れて、まあこれもまあ稼げるようにしていくということが一つ大きなところでありますし、やはりその観光というのも農林水産業と非常に密接に絡んでますので、まあ、食の魅力っていうのは一番その大きなところだと思いますので、まあ、そういったことには力を入れていきたいなと思っております。まあ、離島の魅力を語ると、まあ、本当にね、いくらでもお話しいただけると思うんですけど、まあ、徳之島にお住まいになったんですけども、多くの離島の中で、この島はここがいいとか、この島はここがいいとかいうのは、例えばどんなところがありますかね。まあ、それぞれすごくこう多様性っていうのがこの島の魅力だと思うんですけれども、まああの与論だと、まあ百合ヶ浜のあのビーチだとかですね、まあ与論憲法という伝統文化もありますけれども、あとは沖永良部だと鍾乳洞があって、あのケーブルダイビングみたいなものもできますし、まあタミナ岬なんか行くと非常にウミガメが泳いでるの見えるようなすごいこう綺麗な海が広がっていたり、まあ徳之島に行けばまたあの犬田部岬からの夕日であったり、あのいろんなあの、まあ、闘牛もそうですね、あの子どもたちが牛を引いたりしてトレーニングをしたりというような、まあ、それも一つの大きな、まあ、なかなか見られない文化だと思いますし、まあ、奄美大島でも、まあ、かけろまとか非常にきれいなところもありますし、まあ、達坊なんかだと、まあ、西郷さんの卓球跡があったり、まあ、これは沖永良部も徳之島にもありますけれど、そういう過去の歴史的なものとか、
あとまあ機械島だとサンゴ礁がこう隆起している一番その今でもまだ早いとかね、あとはみんな全体的にサトウキビがあったり、でやっぱり伝統的なその島唄とかですね、方言とかそういう伝統的な文化がありますので、まあ、そういったものやはりその自然に育まれた多様な文化っていうものをですね、いかに継承していくかっていうのは非常にこれから大きな課題だとは思いますが、まあ、それが一つの大きな魅力だと思いますね。まあ、屋久島とかあと種子島もそれぞれまた地形も風土も違いますけれど、あとこちらにはまたトカラ列島があって、まあ、甑島まであってですね、甑島もあの新しい大きな橋ができましたので、まあ、非常にあの独特の景観、まあ、釣りなんかの好きな人はどこ行っても楽しめると思いますし、まあ、スポーツも楽しめますし、まあ、非常にあの離島の魅力っていうのはあの語り尽くせないぐらいあると思います。ですよね。まあ、あと今日私お越しました大島紬なんですね。これネクタイを。そうですか。ね、まあ、こういうあの鹿児島の伝統工芸品として、まあ、1300年の歴史がある、1300年もある。1300年って言われてますね。大島紬が、はい、世界三大織物の一つと言われてます。あと二つどこですか。ゴブラン織とペルシャ絨毯と、はい、大島紬。もう誰が言い始めたかよく分からないですけど、そう言われてます。そうですか。最近はなんかあのフェラーリのシートのね、あれにも使われたりっていうので話題になって、はい、あ、そうですか。